一方、福岡の街では今年はどうされるんですか、パブリックビューイング。今年も同じようにまた有志集めてやります。東神町商店街では50席ほど用意し、去年と同様無料でパブリックビューイングを実施する予定です。どうですか、今の心境は。いや、もう下克上しかありません。もうそれしか応援します。ホークスを応援するファンはペイペイドームの周辺にも。柳田のホームランが見たい。誰に期待してる。周東選手の盗塁を期待している。ペイペイドームでは CS ファイナルへ王手をかけた試合に無料のパブリックビューイングを実施する予定です。そこでドームそばのホークスストアで応援グッズの売れ筋を尋ねました。タオルですか。はい、定番の応援タオルがですね、はい、なんと600円は安い1000円均一となっております。店内では CS 進出記念セールを実施中で、一部商品を大幅に値引きし販売しています。結構選手の顔写真入りのタオルが多いのでかなり人気になってます。売れ筋は他にも。パチパチペンライトと言います。パチパチペンライト。パチパチ音が鳴ります。あ、音が鳴るんですね。あ、メガホン。そうです、メガホン兼ペンライトです。カラーは14色、好みの色に光らせて応援することができます。いよいよ明日開幕するクライマックスシリーズ、福岡から千葉へエールを送りましょう。